やっほー、エミネでーす。はい、ってことで今日はですね、カップルや夫婦に聞いた円満の秘訣。結構ね、イベントとかで、エミネの動画、彼氏と見てますとか、旦那と見てますみたいなことをね、言ってくれる方が結構多くて、だったら、二人の仲を見直せるような動画作りたくないと思って、今回は、仲良しだよって、うちら仲良しだよっていう、夫婦、カップルの方々に、円満の秘訣聞いてきたので、私も、現に結婚してて、今で、どんぐらいや ?3 年半ぐらい付き合って経つんやけど、今までね、付き合ってきた人とかは、平均、1ヶ月それはないわ。3ヶ月以上あんま持ったことない女が3年半持ってる。私たちなりの、円満の秘訣とかもお話ししていこうかなと思います。褒め合い、いや褒め合いってめちゃくちゃ大事。意外とさ、やっぱ年数重ねていくとさ、相手のこと褒めなかったりとか、なんか褒めるって言ってもちょっと恥ずかしかったりとか、褒めるってことしないと相手によく思われようともしなくなってくるから、なんかお互いに対してこう関心が持てなくなっちゃうのね。だからさ、やっぱ何年経ってもお互いのこと可愛いよって、かっこいいよって言い合えたりとか、些細なことを彼にも伝えるって感じで意識していくと、お互い高め合える方がさ、付き合った当時よりも可愛くかっこよくなれたりとかするから、やっぱ高め合ってめちゃくちゃ大事だよね。だしやっぱパートナーってさ、お互い好き同士だからこそさ、一番言われたら嬉しい相手ではあったりするじゃん。だからこそそういう関係性をうまく、利用して褒め合うっていうのはめちゃくちゃ大事ですよね。思ったことは溜め込まずすぐに言うようにしてる。大事。あの時もそうだったけどさ、みたいな。後出しをされると私も結構ムカつくので。私もそれをされると嫌だから、普段から思ったことはね、ちょっと待ってってすぐに言うようにしてるし、そういう意味じゃないよっていうこともさ、その時の状況じゃないと言い合えなかったりするわけじゃん。だから、やっぱその時に生まれた疑問って、その場で解決し合うっていう、結構ちりつもな部分ではあったりするんやけど、意識することは本当に大事。素敵。子供がいても月1回は2人デート。素敵ー。やっぱこれって周りに協力してくれる。例えばご両親だったりとか、いてのことだと思うけど、それをしようねって、ちゃんとお互いで言い合って2人の時間を作ってるっていう関係性が本当素敵だなって思う。そういうことができる環境であっても、そういう時間を作ろうとしなかったりとか、すると自然とこう離れがちになっちゃったりとか、まあ、男女は男女だからさ、そういう意識は大切だなって思います。いつまで。あってもね、でそういうパパとママの背中を見て育つ子供もやっぱりパパとママみたいな夫婦になりたいなと思って将来パートナーを選んだりとかすると思うし、そういう姿って子供にも私見せといた方がいいと思う。素敵だな本当に。結婚2年目普段から好きと伝えたり抱きついたり、仕事から帰ってきたら盛大にお帰りを言ってます。大事。結婚した時に私のお母さんに言われたのが、お見送りとお帰りはしっかりとしてあげなさいって言われたの。まあ、とかいうママも結婚してるんですけど、まあ、先輩として母は、まあ、おばあちゃんにもでもこれ言われたんだよね。そういう声かけとかをしなくなっちゃったら良くないからねっていうこと言われて、やっぱ大事なんだね。しかも盛大にお帰りを言ってます。素敵だね。めちゃくちゃ週2回以上エッチ、それと寝室は分けちゃダメ。おー素敵。大事。これ結構大事だったりするよね。てかなんかしょうがない部分でもあったりすると思うの。正直家族の関係っていう方がさ、尊い関係ではあったりするじゃん。まあ、だからといって何にもしないとそれは良くない関係性で進んでいったりするなと思うから、その対策をねしてるのは偉いな。圧倒的親しき中にも礼儀あり。大事。私は兄弟とか友達とかにはこういう言葉遣いするけど、まあそんなひどいことは言わないけどね。けど他家にはこういう言い回ししないとか、結構相手の性格を見て使う言葉とか言い回しを選んだりとかしてて、他家も多分それは気づいてると思うけど、私は意識してるかな。それはもう家族だからいいでしょうとかじゃなくて、自分以外はみんな他人だと思ってるから、まあ、距離感詰めるっていうのも大事なんだけど、やっぱここ一定距離はある方がいいよねとか、親しき中にも礼儀ありは友達にも旦那にもしてますね。めちゃくちゃ大事。干渉しすぎない。恋人も他人だから距離感大切にする。私ね、干渉しすぎないめちゃくちゃ大事だと思うんだよな。もちろんさ、干渉されすぎないと私のこと大切に思ってんのかなとか、ちょっと不安になっちゃう子もいると思うし、やっぱ伝えるのが下手な子とかさ、いると思うから、男の子も女の子も、まあ、難しい部分であったりするんだけど、適度な距離感って大事だよね。ある程度、あ、何してんだろうとか思い出す時間って大事だし、尊い存在であった方がいいと思うのよ、パートナーって。たまに、お、なんか連絡来ないな、大丈夫かなとか、たまにちょっと思うだけで、気持ちって一気になんかギュンってならん。
でけん最初付き合いたてとかは好き好き好きでいいと思うんやけど、ある一定のね年数経ったらなんか干渉しすぎないっていうのが大事だな。私は私、あなたはあなた、まあ、その上で尊重し合えることもあると思うし、お互いの世界観は大事にしましょうって感じ。別れるってすぐに言わないこと、これ意外とねやっちゃうんだよね。わかる、私も結構強がってもう別れるって別れちゃったりしてね、めちゃくちゃ泣いた失恋を経験したこともありますよ。その度に次の恋愛絶対にすぐに全て別れるなんて言わないと思っちゃうんだよ。意外と言っちゃうんだよね。別れるって言っていいことないよ本当に。強がりってねマジ良くない、可愛くないしね。あんまりありがとう大して思ってなくてもオーバーには大事。なんかさ別にありがとうとかってさ減るもんじゃないやん正直。例えばトイレットペーパーを変えてくれた、トイレットペーパー変えてくれたありがとうとかさ、別にありがとうをたくさんばらまくって別に悪くないこと。ありがとうっていうだけで相手はなんかでちょっとなんか気づいてくれたんだって気持ちにもなるし、元やろうって思うし、なんかいかにちょっとルンルンさせるかが大事じゃない。相手のことを本当にちっちゃいことでもありがとうって。タケとかは本当にマジで私がこんな当たり前やろなんでありがとうとか言うみたいなことに対しても、いやエミコありがとうって言うみたいな、どういう教育されてきましたか母様って感じくらいめちゃくちゃありがとうを言ってくれる。私は言われる側が多いから、だから私も言うんだけど、なんか気づいてくれたんだこんな些細なこともとか、やっぱずっと当たり前って思わない精神が素敵だなって思うから、あまたやってあげたいなって思うわけ。本当にねありがとうって当たり前かもしれんけど意外とできてなかったりする。私はさっきから学ぶことが結構多いから本当に大事。お互い愛情表現を日課にするとちょっとしたことにもありがとうを伝える。それを見て育った2歳半の娘は毎日ママ愛してるよと伝えたり、ことあるごとにハグしてくれます。かわいい、素敵な子育てをしてらっしゃる。素敵なお父さんお母さんに育てられて本当幸せだね。出かけない日でも綺麗にして出迎えること、夫婦になっても絵文字いっぱいラブラブラインすること、かわいいね。夫婦だから見た目を頑張らなくていいとか、もう結婚したからいいよねとか、ブク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 しとっていいよねとかいうわけじゃなくて、やっぱいつまでも尊敬し合うっていうのは結構大事だと思ってて、夫婦だからこそ俺の奥さんこんな可愛くて自慢だわーってやっぱいつまでも思ってほしいじゃん。でやっぱ自慢の奥さんって思ってもらえた方が男性も頑張ろうみたいな感じで思ってもらえると思うし、お互いね、旦那もそうよ、奥さんこんな可愛いのにあんたも頑張るかいって感じになるから、だから怠けすぎるっていうのもまあ良くないよねっていうね。たまにはめっちゃ本気で可愛くしてあんたの嫁めっちゃ可愛いからね言ってやるのも大事ですよね。毎日寝る前に今日のありがとうを伝えること素敵。こちらも結構今日もありがとうねおやすみ明日もよろしくねとかで寝たりするんだけど、やっぱなんか違いますよね。何もなくおやすみで寝るよりもお互いでよしよしってし合って寝る方が大切にされてるなってお互い思えるしね。一言多く言わないために自分を客観的に見る、めっちゃ大事じゃない、わかんの。自分ができてないのに相手に言う筋合いないよとか思ったりするやん。自分を客観視できてない、もう自分が当たり前みたいな感じで過ごしてしまってると、意外とここをさ見落としがちになってさ相手を責めちゃったりとか、そういう発言しがちになっちゃったりとかするから、多く言い過ぎないっていうのは本当大事だよね。自分の客観視めちゃくちゃ大事。ある程度の諦め、過度の期待しないこと大事。相手の期待ってでもね、対人関係何に対してもそうなんよな。何でもそう、仕事もプライベートも友達も誰に対しても期待をしないっていうのは大事。相手は自分じゃないんだから、分からないが当たり前だから。イベントは全力で楽しむ、子供も一緒に3人でハロウィン仮装パーティーしてよ、かわいい。いいな、お子さんいるとこういうイベントとかめちゃめちゃ楽しそうになるよね。大変なこともいっぱいあると思うけど、サンタさんとかしたいもんね。あ、サンタさんとか来るの楽しみだもんね。うん、家族がいるとね。彼の優しさが円満の秘訣、マジでわかんの本当に。え、なんかさ、円満な夫婦ってさ、大体旦那さんが優しくない奥さんがいい人で旦那さんが強いで円満な夫婦を見たことがない。旦那さんめちゃめちゃ優しくて奥さんちょっと気強いでも円満ですみたいな方が多い気がするんだ。マジなんでなんだろうね。周りもマジそうなんだよね。ちょっと尻に敷かれてるくらいの方がなんかうまくいってる。男性が我慢してるってのももしかしたらあるかもしれないけど、なんか男性が強すぎると結構ヒートアップしちゃってモラハラみたいになっちゃうし、難しいとこではあるけど、本当に彼に愛されて彼が優しいみたいなカップル夫婦って長続きしてるな。優しい男性って尊いよね。優しい彼がいる方は本当大切にしましょう。自分がした家事を報告して彼氏がしてくれた家事にお礼を言うこと、これねめっちゃ大事なんすよ。うちらもここは大事にしてて、やったよみたいな感じじゃなくて、やっといたから大丈夫だよみたいな感じでこう嫌味なく報告する。したらなんか
相手もさ、自分のやったことを気づかないもスルーされるよりも、やったことに対してはやってたよって言っといた方が、なんかありがとうって言ってよ、感謝してとかじゃなくて、ありがとう待ちくらいのテンションで言っといた方が、ありがとうみたいな、じゃあ俺もこれやっとくねっていう感じで、ちょっとなんか明るい感じで進むのね。私があれやってこれやって、でも彼はなんで気づかないのっていうよりも、あれやってたよくらい言っといた方が相手も気づく。なんかもう期待しないのよ、気づかせることが大事ですね。で、彼氏がしてくれたら、なんだろう、今日フルフルしてくれてめっちゃ綺麗や、愛してる、仲良くしていきましょうね。エミネを参考にして始めた月1の同棲会議、あー大事。私同棲やった時はしよったんやけど、最近できてないわ。するとしないとで違うかも。私最近できてないからこそ、してた時と比べて家庭についての話し合いみたいなのがちょっと減っちゃった気がして、お互いの不満が不満のまま残っちゃったりで、ズル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 みたいな。私は都度結構文句言うタイプなんやけど、タケは結構塞ぎ込んじゃうタイプだから、なんかそういう性格の差とかもあって、やっぱそういう会議を月一するよっていうのを決めといた方がお互いのストレスもなく円滑になるなって昔はやってた私からしても思えるので、月一会議めちゃめちゃ大事だと思います。はい、ってことで最後です。嫌味は絶対に言わない、全部褒めて高め合う。なんか文句言って直してもらうじゃなくて、文句が出たら日頃できてるところを褒めて、でもここもこうなったら完璧じゃないって感じで高め合う。逆になんか私のことも言ってねみたいな、したら結局相手もさ、自分といる時の空気感が好き、素でいれるし、こいつは俺のこと分かってくれてるってなると離れなくなるし、いかに居心地いい素の自分でいられるような、でも肯定感も高くいられるような環境を作るかっていうのが本当大事なので、長くいることは。まあどっか一瞬さ行きたくなってもさ、やっぱでも俺はあいつといる時の自分の方が好きだなと思ったら絶対に帰ってくるし、それには高め合う、ポジティブでいさせるっていうのは本当に大事。これはどんな恋愛に対してもそうなんだけど、マジ沼らせられますから。みんなポジティブな人のことは好きだと思うし、考えてね、脳天気は違うんだけど、一緒にいると心強いなって思えるパートナーだと絶対さ、お互い離れたくないじゃん。うちらもさ、男の人のことそう思ったら離れたくないし、そういう関係性を目指していけたらいいんじゃないかなと思います。皆さん、いい男女関係築いていきましょう。私も残り少ないのでね、パートナーに日頃の感謝を伝えて、今日は眠りにつきましょう。一言ありがとうっていう時で全然違うからね。今日もありがとうね、チュンチュンチュンつって仲良くしておねんねしてください。はい、ってことで今日の動画はこんな感じでーす。はーい、今日もありがとうね、みんなご集計協力してくれて。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。